発でおなじみの張本勲氏、 TBS 情報番組サンデーモーニングで2021年までご意見番を務め、選手のふぬけたプレーやプロらしからぬ態度に対して行われる歯に衣着せぬ発言は何度も球界に波紋を呼んできました。現在はご意見番役が上原浩二氏に世代交代し、マイルドになった発言に残念がるファンも少なくありません。張本氏の出演していた当時はコンプライアンス的に誰も言えないような鋭い意見が何度も飛び出しています。番組の立役者であり功労者でもある張本氏を注意したり、意見できる制作陣はいなかったようです。唯一張本氏に勝つを入れられたのは球界のレジェンドノムさんこと野村克也氏だけでした。犬猿の仲であることが広く知られる野村氏と張本氏、関係悪化に至った当時の出来事や発言を振り返りながら、二人の思いや本当の関係を解説していきます。野村克也が張本氏に痛烈コメント、見当違いな批判をするな。ご意見番張本氏の輝かしい成績は前人未到の記録である3000本安打の達成でしょう。他にも張本氏の通算成績は2752試合で打率3割1分9厘、504本塁打、3085安打、319盗塁と、どれをとっても高い数字を残しています。首位打者獲得は7度、シーズン最高打率は3割8分3厘と4割近い成績を残し、500本塁打と300盗塁も合わせて達成した選手は日本球界では唯一です。また23年間のプロ野球人生のうちプロ1年目から20年連続で規定打席に達するなど怪我が少なく非常にタフな選手でした。やはり張本氏は人に意見できるだけの成績は残していますね。ただ張本氏が新人王と首位打者以外のタイトルを取ることができなかったのは同じリーグにいた5歳上の野村氏の存在が大きかったと言われています。野村氏は現役時代に首位打者1回、打点王7回、本塁打王9回、そして戦後初の三冠王を獲得など多くのタイトルを独占しました。通算成績は打率2割7分7厘、2901安打、657本塁打、1988打点で本塁打、安打数ともに歴代2位の記録を残しています。守備では捕手として頭脳的なプレーが際立っていました。あまり配球が重要視されない時代でしたが、スコア研究を自ら行い、バッティングや投手へのリードに生かしました。打てるキャッチャーの第一人者として活躍した野村氏の代名詞といえば、ぼやきでしょう。監督になってからは試合後の会見で試合内容や選手のプレーをぼやいていたことを覚えている方は多いでしょう。しかし実は野村氏のぼやきは現役時代から始まっていました。打席に立つバッターを言葉巧みに動揺させるささやき戦術です。当たったら痛いだろうな、次は頭に行くで、など脅しのようなぼやきに始まり、高級クラブのホステスから仕入れた私生活のぼやきへと変化していき、相手バッターを精神的に動揺させることで次々に打ち取ってきました。しかしこのささやき戦術の通用しない選手が3人だけいました。王貞治氏は凄まじい集中力で野村氏の言葉が届く余地がありませんでした。長嶋茂雄氏にはフォーム少しおかしいんじゃないのと囁くと、打席を外し 1,2 回素振り、打席に戻った後にホームランを打たれ、教えてくれてありがとうと言われたそうです。そして最後の一人が張本氏でした。打席についた張本氏に次のように囁くと、うるせえ、ぶん殴るぞと返されて、スイング後のバットを当てられたそうです。後年その時の出来事を質問された張本氏が、ごちゃごちゃうるさいからゴーンってやったんですよ、意図的によくやりましたからと明かし、批判が殺到しています。後輩が先輩にこのようなことを言ったら逆にぶん殴られそうですが、現役引退後の野村氏は多くの野球チームの監督を歴任、ヤクルト、阪神、社会人野球のシダックス、楽天と
任されたチームで数々の名選手を育ててきました。ヤクルト時代は古田敦也氏を育て、9年間で3度の日本一に輝いています。データをもとに緻密な戦略を立て、チームを勝利へ導く野村氏の野球理論が ID 野球と言われたのもヤクルトの監督時代からでした。野村氏の ID 野球と古田氏の記憶力、観察力で日本シリーズではあの天才バッター一郎封じにも成功しています。野村氏は監督退任後も解説者としてメディアでの活躍も増えました。緻密な野球理論に基づいた解説に納得させられた視聴者の方も多いでしょう。一方、張本氏の引退後はメディアでの解説者の活躍が目立ちました。その中でも長年務め、多くの人気と注目を集めたのがサンデーモーニングです。ご意見番として数々の辛辣コメントを残しています。王氏がゲスト出演した際には、去年もドラフト1位が全然ダメでしたからねと不意にダメ出しを始め、ちょっとゲーム出た選手いますけどね、主力になる選手は少なくなったよねと王氏に同意を求めました。それに対して王氏は、日本の野球はレベルが上がっていますと話題をそらされてしまう一幕がありました。さらに高校野球に関しても、将来を考えたら投げさせた方がいい、苦しい時の投球を体で覚えないと、楽させちゃダメですよ、スポーツ選手はと、高校球児の身体ケアで球数制限が議論されている中、またしても時代錯誤の意見を述べ、批判を集めたことがありました。さらに球界以外への女子ボクシングの意見として、嫁入り前のお嬢ちゃんが顔を殴り合ってと発言し、嫁入り前のお嬢ちゃんは女性蔑視発言と受け取られてしまいました。また顔を殴り合うもボクシング軽視発言だとして大バッシングを浴びました。球界の功労者として辛辣なコメントも多めに見られてきましたが、やはり考え方が古く今の時代には合っていない発言も多く見受けられます。あれはダメ、これもダメ、昔はこうだったと批判する張本氏ですが、では現代野球ではどれほど通用するのでしょうか。張本氏は昔の成功体験が美化されている部分が多少なりともあるはずです。今の野球は変化球も増え、投手の投げる球も速くなりました。また投手も打者もデータを収集調査された状態で対戦するために、すでに弱点を握られた状態で戦うようなものです。さらに球場は昔より広くなっているために格段に守備力も上がっています。今の時代で張本氏が3000本安打達成できるかと言われると難しいかもしれませんね。引退後メディアへの露出が増えた2人ですが、緻密な野球理論を持つ野村氏と自らの成功体験を振りかざす張本氏、相入れるはずもなく現役時代からライバルでお互いのことをよく思っていない2人はメディアでもバトルを繰り広げます。2018年に行われたドジャース対ジャイアンツの試合をサンデーモーニングが取り上げた時のことでした。ファールを打ったドジャースの選手が悔しがる仕草を見せ、打席を外したところ捕手が早く打てとクレームをつけたことで乱闘に発展。これを見た張本氏は勝つとし、乱闘の原因は捕手にあると批判します。余計なこと言わなければいいのよ、そういうキャッチャー日本にもおりましたよ、いけないよ、そういうこと言っちゃね、司会者から有名な人ですかと問われると、そうそう有名な人だけどね、本当はそういうこと言っちゃいけないよ、真剣勝負なんだからと暗にささやき戦術の野村氏を批判していました。野村氏が2015年の巨人対横浜の副音声で解説者として出演した際のエピソードです。打撃好調の秋山翔吾選手に言及した際に、出演者が野村氏に張本さんも4割くらい打ってましたよねと思い出話を振ると、張本さんとはタイプが違う、張本はバッティングにしか興味がない、守備なんていないのと同然と突然牙を剥きます。アナウンサーが勝つですねと和ませようとしますが、 TBS の朝の番組でいろいろ選手の批判してるけど選手批判する資格がない、お前人のこと言う権利あるか
と止まりません。さらに、あれ、張本のそばでこの話は喋れないですね。手が早いからバーンとぶん殴られます、とオチまでつけてくれました。さらに2018年のパワプロの能力を分析してみたという企画で、張本氏の守備力 F、 補給 F という能力を見た野村氏は、外野の守りもひどかったね、レフトにいて左中間にボールが飛んでも追いかけない、指でセンターに取りに行けと指示すると批判し、さらに、前のバッターが塁に出たらバッターボックスから、おい、じっとしとれって、盗塁するなって、ヒットを打ちやすいように一二塁間を空けておくため、そんな野球してたらコーチや監督になれないわな。それが今や解説者になって、まあいろんなこと言っとるけど、お前はどうだったんだって、とこちらでも張本氏に喝を入れていました。野村氏の発言後、よく言うた、野村さん、さすが野村さん、と張本氏の批判をよく思っていなかった視聴者から称賛の声が上がりました。互いに批判し合い、犬猿の仲とも噂されていた2人、共演 NG かと思われていますが、実は2人の共演がありました。1982年のプレーオフ2戦目では共に解説者として出演。さらに2013年6月9日のサンデーモーニングに野村氏はゲストとして出演していました。最近では2018年にジャイアンツ対ホークス OB 戦で、ホークスの監督として出場した野村氏とジャイアンツ OB として出場した張本氏、直接対決はありませんでしたが、監督対選手としての対決を見ることができました。試合前に張本氏は大志、長嶋氏と共に野村氏をサプライズ訪問し記念撮影もしています。2020年、野村氏の訃報を受けた時に張本氏は、寂しいですね、野村さんは必死に戦った相手ですからね、野村さんの素晴らしいところは観察力、と思い出を語ります。しかし采配はそうでもないんですよ、采配は普通、とまたもや余計な一言コメントを残し批判を浴びています。サンデーモーニングでは張本氏の過激な発言に対する批判は多かったものの、卒業してしまうと寂しくなるもので、やっぱりメインは張本さんじゃないと視聴者に届かんな、今のサンデーモーニング無難すぎ、誰でも言えるやん、と張本氏を惜しむ声が多く上がりました。実は張本氏の辛辣コメントを楽しみにしていた視聴者がたくさんいたんですね。犬猿の仲と思われていましたが、実はお互いを認め合っており、共通する価値観も持っていました。それは練習を大切にしていたことです。野村氏が残した名言の中に、やらなければ気持ち悪いという風になれば、努力を努力だと感じなくなる、という言葉があります。そして2013年に野村氏が出版した負け方の極意の中で、夜の素振りは俺の睡眠薬だ、という張本氏の名言が紹介されていました。また野村氏が三冠王を取った年、張本氏は手首を痛めていたそうで、シーズン後に野村氏に次のような言葉を送りました。野村さん、俺が元気だったら三冠王は取らせていませんよ。野村氏から返ってきた言葉は、うるせえ、でした。しかし実際に2年後、野村氏が本塁打王、打点王を獲得するも、首位打者だけは張本氏が譲らず、2度目の三冠王は阻止しています。張本氏には怠慢なプレーもあったようですが、やはりプロ野球選手としての努力は惜しまなかったからこそ、前人未到の3000本安打を達成できたのでしょう。年々進化していくプロ野球ですが、いつの時代も輝かしい記録を打ち立てた選手が偉大であることに変わりはありません。野村氏と張本氏は同じ時代に戦ってきた盟友です。野村氏もことあるごとに張本氏の話を面白おかしく話していましたよね。いがみ合っていてもお互いに認め合い、切磋琢磨していける良き友だったのではないでしょうか。現役時代、引退後を問わず必死に戦い、必死に仕事をしてきた結果、周囲からは犬猿の中で共演 NG だと思われていたのでしょう。野村氏、張本氏の発言や2人の関係について、
感じたことや皆さんが持った印象をぜひコメント欄でお聞かせください。また、この動画を見て面白かった、新たな知識を得られたという方は、チャンネル登録や高評価ボタンを押していただけますと励みになります。他にも球界に関する裏話や知られざるストーリーを紹介する動画を配信しています。ぜひ合わせてご覧ください。